何かあるみたいだ。私の出番何かあるみたいだね。どうやって渡ればいいのかしら。そうだね、こういう時こそ何かアネモナさんのギフトじゃないの。了解しました。何かあるみたいだ。何かあるみたいだ。
しました。宝箱ハンターグライド、ハンターグライド、
ハンターグライド。Yeah!
救出できそうだね。やったでしょ。お任せに。
それはここに乗れってことかな。やれやれ、ようやくか。まどろっこしいことしてくれるわね。ええ、いらっしゃい。これはとっておきなのよ。これはとっておきなのよ。他にお大事にね。すまぬが、水を汲んでくれるか。偉大なる主神グリムニルよ、グリアの大地よ、風よ、精霊よ、今日我らはまた大いなる試練の日を迎える。見届けたまえこの戦いを、我らとこの地の行く末を。もしかして。ああ、元はノースの神々に勝利を祈願するための儀式でな、大きな戦いの前には行っているのだ。私なりの覚悟の表明としてな。そなたは異国の神との開口を果たしたことがあるそうだな。実は私も似たような経験をしているのだ。それって。そうだな、少し長くなるが、ロスビータが生きていた時代はまだノース教が主流でな、私の育った村でも皆が熱心なノース教の信徒だったのだ。だからあの日のことは今でも忘れられぬ。川へ落ちた子を助けようとして命を落とし、主神たるグリムニルと開口したあの衝撃を。グリムニルは私に一つの使命を与えた。彼と敵対する神の一中ルキの勢力を駆逐すること。それは現世においてルキの加護を得たブリタイ軍を退けることを意味していた。だからこそ私は軍に志願し、そこであの戦友たちに出会ったのだ。うむ、そうでもなければとても成し得なかったかもしれんな。やがて100年にも及ぶ戦いの趨勢が定まり、ブリタイが大陸から撤退し始めた頃、時を同じくして神々の世界ではグリムニルがルキと差し違えていた。その最中、私はブリタイ王の関係に陥れられ、知っての通り家計に処せられたのだ。その前後にグリアは国教を聖国教に改め、ノース教の神々は次第に信仰を失っていった。これが私のロスビータの人生だ。もはや何も取り戻すことなどできぬし、そのつもりもない。ただ戦友たちと共に取り戻したこの地を私は守り続けていきたい。あの戦争を途中退場してしまった私のせめてものけじめだ。そなたもそう言ってくれるのか。昔の仲間たちにも口酸っぱく言われたものだ。一人で突っ走るな、もっと自分たちを頼れとな。アドル、手を出すがよい。グリムニルより賜ったものだ。本来グリムワルドの討伐を行う半神たちの長の証らしい。力のほとんどは失われているが、どうかそなたに持っていてほしい。ああ、うむ、アドル、これも勝手な願いなのだが、もしもの時は。あ、いたいた。そなたたちどうしたのだ。よくここが分かったものだな。ええ、お二人がなかなか戻らないので心配になってしまいまして。
足跡を追わせていただきました。まさかこんな人気のない場所で二人でいるとはね。隅に置けないな、アドル君も。聖女様も所詮人間ってことか。一体何のことだ。もう皆さん、とにかく見つかってよかったです。バルドゥークの町、ここからもよく見えますね。へえ、祭りでにぎわってるのがここからでもわかるね。あ、うちの畑が見える。へえ、闘技場の催しまで。どんな視力してやがる。さすが色ぼけ牛女だな。色ぼけって、凶暴家で鳥男に言われたくないわよ。こんな場所でこんな無駄な時間を過ごしていていいのかな。ああ、何ほうけた顔してやがる。いや、ちょっと昔のことを思い出しただけだ。ちょうどよい。グリムニルに今宵の必勝祈願を捧げていくがいい。なんならここで稽古でもつけてやるか。そなたたちの気合を入れ直す意味でな。ああ、そうだな。だが、久しく忘れていた気がする。久しぶりに胸の使えが取れた気分だ。ハドル、感謝するぞ。では聞かせて。ほう、こいつをや、一件落着だね。その相談というのは、
妹にはまだ話してないことなんです。アドルさん、アーチには内緒にしておいてくださいね。さっきベルラン親方が帰り際に言ってくれたんです。もしやる気があるなら父さんのように職人街の工房で働いてみないかって。将来は自分の工房を持ちたいっていう僕の夢も尊重してくれていて、僕が独立にこぎつけるまで腕を磨かせてくれるそうなんです。ありがたいお話ですよね。でもそれは僕の都合です。改めて考えると、今まで妹は僕につきっきりで、妹にも夢があるなら巻き込めないなと思ってるんです。それはそうなんですけどね。もし一緒に行くって言ってきてもうまく断れるかどうか。今の僕ってなんだかカッコ悪いですね。やっぱりアーチに素直に話をしてみようかな。ああ、お兄ちゃんってばこんなところにいたんだ。お邪魔します、アドルさん、テイトさん。アーチに、アネモナさん、一体どうしたんですか。私の記憶が戻ったことで一つ気づいたことがあるのです。それをアーチさんにお話ししたら、早くあなたにお伝えしたいと。うん、あのね、お兄ちゃんって実は錬金術師なんだって。錬金術師って話に聞いたゾラとかいう人と同じ？どういうこと？テイトさん一族の火事技術はどうやら錬金術の流れを汲むようです。人体や魂を扱うお父様とは違い、金属の扱いに特化した一派のようですね。500年前、そういう錬金術師がいるとお父様がおっしゃっていました。火事をするときに変わった素材を扱っていませんか。その土もおそらく何かしら術が施されているはずです。あ、確かに他の職人とは違う素材を扱っています。硫黄とか辰砂とか。お父さんがそうだったから、私も他の鍛冶師がどうして使わないのか不思議に思ってたもん。もっと早く言ってくれよ。百年戦争時代の話ですから、ご存知ないのも無理はないかと。いつしか純粋に鍛冶の技術として継承されるようになったのでしょう。なるほどな。作ったものに不思議なことが起きるのはそういう理由だったのか。ありがとうございます。長年の悩みがすっきりしました。でもこの技術、今後は気をつけて使わないとな。っていうかお兄ちゃん、さっきなんか。ああ、そのただ、うん、頼りないお兄。でもそれ、お兄ちゃんの夢を。私はお兄ちゃんの工房で働いて。アーチェ、まあイケメンのお客さん。何よ。はい、僕そして父さんを相談に乗っ。詳しいことは。何が欲しいのかしら。頑張ってきてね、アダルちゃん。
なんとかライン。了解しました。今日もガンガン働きますよ。いつでもお待ちしてます。望みを言うがよい。
待ってます。それじゃあのアドロさん、いらっしゃい。それじゃこれと交換、それじゃこれと、はい、取り替えっこ。それじゃこれと、はい、取り替えっこ。バイバイ、また来てね。アドルさん、何でも申し付けてくださいね。じゃーん、完成です。すごいねこれ。大切に使わせてもらうよ。どうだ、ありがとうございます。自信作ですよ。じゃーん、ありがとうございます。完成です。どうだこれ、自信作。じゃーん、ありがとう。完成です。ちゃんと使えそうだよ。完成です。ぴったりだ。もういいんですか。今日もガンガン働きますよ。いつでもお待ちしてます。うむ、よかろう。おま、バイビー。あど、よーし、今日もガンガン働きます。いつでもお待ちしてます。ふむ、よかろう。ほれ、ま、バイビー。はい、何でも申し付けてくださいね。どうだ、ありがとう。なかなかいい。自信作です。他にも要件、何でも申し付けてくださいね。他、いつでもお待ちしてます。うむ、何にするんじゃ。お前もひ、それじゃあのー